ではマットに仰向けになって始めていきます。足の裏と裏を合わせて両膝を外側に倒して、手は体の横、手のひらは上、鼻から大きく息を吸って、もしね今日忙しく動いていた人はちょっとこの時間でね自分の体に戻ってくる時間にしてみてください。やっていきます。肘を曲げて手を首の後ろで組んで、ヨガのポーズね、不自然なポーズいっぱいあります。体にねストレスがかかるようなポーズもしんどいポーズもあると思います。でもそういう時にね顎の力を抜いて呼吸に意識して